れでクラス全員と友達になれたかな。いいえ、花見さん、あとお一人畑谷美鈴さんが残っていますわ。あれ全員に話しかけたと思うけど。さっきフラフラ出て行ったよ。あら、初日のスケジュールはまだ終わっていませんのに。体調悪くなったのかも。畑谷さん、誰にも言わずにいなくなるなんて心配ですわ。私ちょっと保健室見てくるね。もう戻ってきた。ごめん、保健室ってどこだっけ？地図アプリで教える。ここ。ありがとう、行ってくるね。花見さん、校内を走ってはいけませんわー。ただいま。戻ってきた。移動速度が速すぎますわ。美鈴ちゃん、保健室にいなかった。では畑谷さんはどこに？帰っちゃった。やはり体調が優れなかったのでしょうか。くん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 。花見さん、それは一体何をやっていらっしゃいますの？もちろん美鈴ちゃんを匂いで探してるんだよ。ワンちゃんみたい。人間ってそんなことできましたっけ？近くにはいない気がするな。だとすると、はあ、花見さん、今度は何を？窓から身を乗り出したら危ないですわ。うん。美鈴ちゃんいた。本当に見つけたの？気持ちよさそうにお昼寝してる。ほらあそこ。どこ？あそこだよ。グラウンドの隅っこの木陰。距離が遠いからね。梅、目にズーム機能ついてる。へへ、視力には自信あるんだ。でもよかった、美鈴ちゃん体調悪くて帰ったわけじゃなさそう。はい、ほっとしましたわ。お待ちになって。ということは、畑谷さんが教室から出て行ったのは。お昼寝したかったから。大変、もう休み時間が終わってしまいますわ。急いで連れ戻してくるね。あっ、行ってしまいましたわ。見て、梅がもう下にいる。アイドル。